令和2年8月8日、阿蘇市内3カ所で、ウォーキングバイシクルの導入試験が始まりました。阿蘇市では、8月8日の JR 法肥本線の全線開通に合わせ、交通や観光のポイントとなる JR 阿蘇駅、門前町商店街、内の巻商店街に合計8台が設置され、有料での貸し出しが始められました。 ウォーキングバイシクルはホテル内の移動や湯布院などの観光地ですでに全国的に導入されており自転車と並ぶ移動の手段として注目を集めています自転車のようにまたぐ必要がなくスカートや着物でも乗ることができ電動のアシスト機能を搭載することであまり足の力を必要としないのが特徴ですまたその見た目で SNS の写真映えなどが若者に受けているようです。この日は JR 豊肥本線開通の日で、阿蘇市のキャラクター赤牛くんと熊ンが試乗してウォーキングバイシクルをアピール。周りにはたくさんの子供たちが集まり、ウソップ像との記念撮影などをしていました。期間は11月末までの予定で、アンケートに答えると、 JR 九州やクマモンのグッズなどが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも行われています。